んた、うちの会社で何してんのよ。オフィスにいるところ見かけたんだけど、まさかこんなとこで再会するとはね。まだ生きてたんだ。さえ、よく私のライン見つけたね。私もまさか再会することになるとは思わなかったよ。一応、元同級生のグループラインにいるもんね。不登校になったのにグループに参加するとか、あんたも肝が据わったもんだわ。今までの人生で何かお変わりですか？うん、まあ、そうだね。自信は取り戻したかな。仕事もうまくいってるし、大学も楽しかったよ。はあ？不登校にされたあんたに自信？やめときなよ！また目つけられちゃうよ。もう大人だし、そんなこと気にしてたら仕事できないよ。何言ってんの？まさか、まだあの頃みたいに真面目キャラしてんの？あのキャラマジうざかったよな。正論振りかざす感じ、みんなあんた見て笑ってたじゃん。今ではそれも役に立つ個性になったよ。仕事上では少し真面目くらいがちょうどいいんだよね。ねえ、それ絶対うざがられてるから、気がついてないだけでしょ？マジかわいそうだよね、あったって。そういうところ、マジでとろいっていうか。そんなことないと思うよ。仕事は楽しくやってるし。じゃあこれからは私のパシリね。あんたの平和な日常も、これで終わらせてあげる。何を言ってるの？あんたは私の右腕になってもらうから。嫌がるもんならあんたはこの会社にいられなくなるよ。次は会社から追い出してやる。そういうの、もう冗談でもやめてくれるかな。会社はそういうお遊びで通うところじゃないんだよ。はい、うざーい。そして決定しました。あんたはこの会社から追放されます。だから、会社では真面目に仕事をしてください。余計なことに力を入れようとしないで。あんたが不登校だったこと言いふらしてやる。そしたらみんなドン引きするっしょ。大学デビューしたユキが偉そうにしてるって。そんなことしたら、サエの評判が悪くなるよ。みんなまともだから不登校にした人なんて、多分袋叩きにされるだけよ。あんたってほんとかわいそうなやつ。そんな妄想までしちゃってんの？まあこんなやり方は確かに面白くないわね。今回はもっと派手にあんたを苦しめたいな。もうこんなことして楽しい年齢じゃないでしょ。わかった。私が社長とつながればいいんだ。はい？私が社長とつながって言いつけてやる。あんたがいかに使えない社員かをチクれば、どうせ辞めさせられちゃうでしょ。何言ってるの？てか、社長って私たちと同世代なんでしょ？どんなイケメンなんだろう？社長のこと引っ掛けちゃおっかな。え？まさか、社長のこと知らないで入社したの？あえて確認してないの。この会社って社長と社員の距離が近いっていうし、社長との出会いを衝撃的にしたいというか、どんな人なのかなって想像するのも楽しいし。意味がわからないんだけど、学生時代からそういうところあったよね。でも、サエはもう結婚してるんじゃなかった？結婚はしてるけど、それとこれとは別よ。もし社長がイケメンだったらなびいちゃうかも。イケメン金持ちなんて見逃せないもん。いや、いい加減社長くらい確認しなよ。ホームページ見るとか、名札見るとかできるじゃん。社長も知らずに働くなんてどうかと思うよ。それくらい普通でしょ？バイト先の社長と会わずに辞めたことばっかよ。いや、バイトって。私が色目を使ったら一からよ。今まで落とせなかった男はいないんだから。相手が既婚者でもちょろいもんよ。え、それって、犯罪では？まあ、いいや、とにかく。あんたにしてもらいたいこと考えたわよ。はい？あんたは私に、シャネルの新作バッグ買ってきな。全然話の流れが読めないんだけど、どうして突然そうなるのよ。言ったでしょ？あんたは私の右腕にするって。命令に背くなら、会社から追い出されちゃうよ。新作バッグは経費で落としとけばいいから。よろしくね。いや、意味わからないんだけど、経費を何だと思ってるのよ。経費は会社のために使うものでしょ？
会社に勤める私のために使っても問題ないわよね。だからあんたは私に貢ぎなさい。会社のお金なんだから別にいいでしょ。そんなことできるはずないでしょ。できないなんて言わせないわよ。会社に居場所が欲しいなら黙って従いな。なんか、サエは何も変わってこなかったんだね。当たり前でしょ。私はあんたと違って変わる必要のない側の人間だから。あと、明日からの仕事もあんたに振り分けるから、テキパキ仕事しないと残業することになるよ。振り分けるのは上司の仕事だから、サエがすることじゃないよ。はい、真面目キャラ発動。そういうの今後一切やめてくれる？次にイラつかされようもんなら、会社から追い出されると思っといてね。サエ、いい加減立場をわきまえてよ。はぁ？それはこっちのセリフだわ。じゃ、私はこれから飲みに行くので、会社の経費でたっぷり遊んできまーす。冗談だよね。経費はそうやって使うものじゃないんだけど。もう、サエ、聞いてるの？お疲れ様です。少しお話しさせていただきたいのですが、今お時間よろしいですか？もちろんですよ。どうかした？実は、込み入った話があって。太田は、最近成績がすごくいいみたいだね。私もびっくりしてるよ。金本さんのこともしっかり面倒見てくれてるみたいで。あの子、ちょっと癖があるから、ありがとね。ありがとうございます。でも、申し訳ありません。胸を張って言えないことがありまして。どうしたの？話は聞くよ。直接会ってお話できないでしょうか。お忙しい中、すみません。うん、大丈夫だよ。私は今仕事が終わって帰るところなんだけど、まだ駅近くにいるかな？はい、大丈夫です。今から向かいます。わかった。じゃあまた駅前で。私のシャネルのバッグはどこですか？新作バッグを昨日頼んだはずなんだけど。まさか、買ってきてないなんてことは、ないよね。買うわけがないでしょ。はあ？そんな態度でいいと思ってんの？私が、誰だかわかってる？社員だよね。まあ、社員としての仕事もろくにしてないし、そもそも社員かどうかも怪しいところだけど。あんた、舐めてんの？そんな威勢のいいこと言えるのは今のうちだけどね。自分の立場をわきまえてくれるかな？それはこっちのセリフだから。はぁ？元不登校が何言ってんだよ。私に不登校にされた女が同僚とかウケる。もう警告したよね。言うこと聞かないなら社長に追い出してもらうわ。社長が誰かも知らないの？あえて調べてないって言ってんでしょ。同じこと何度も言わせないでよ。バカなの？なら教えてあげる。社長は私です。え？何言ってんの？そんなわけないでしょ。あんたはただの不登校じゃん。それは昔の話だし、不登校になってた時間、私は経営学を学んでたから、結果的に今身を結んだってわけよ。いやいや、信じないから。社長はイケメンなんじゃないの？あなたが勝手に妄想してただけでしょ。そんなの嘘よ。信じられないなら会社のホームページでも見れば？え？あんたが乗ってるじゃん。そういうこと。何よ、さっさと言いなさいよ、そういうことは。そういうことは人から教えてもらうんじゃなくて、自分で確認するべきことでしょ。いや、それは、でも、だったらあんたは私を敬わないとね。社員がいないと会社は潰れるわけだし。あなたはそもそも社員になれる資格がないけどね。どういう意味よ。太田くんが全部白状してくれたわよ。ん？あなたの上司の太田くん、入社前にあなたに引っ掛けられて過ちを犯し、バラされたくなければ入社させろって迫ったそうね。太田くんが既婚者なのを利用して。嘘でしょ、あいつ言っちゃったの？あのバカ、痛い目に遭わせてやる。痛い目に遭うのはあなたも同じよ。あなたも既婚者でしょ。過ちを犯したことに変わりないじゃない。そうだけど、あんたには関係ないじゃない。関係あるわよ。だって、
試験や面接の結果を大田くんに書き換えさせて入社したんだものね。つまり不正に入社したってこと。そうだけど、別にいいじゃん。もう入っちゃったんだから、そんなの多めに見てよ。あなたは採用取り消しよ。え？なんでよ。今更そんなこと言われても困る。私ちゃんと働いてるじゃん。仕事をほとんど周りに押し付けてるって聞いたわよ。特に大田くんには上から目線で、言ったら奥さんにバラして家庭崩壊させるよって脅してるらしいわね。あいつ、そんなことまで。大田くん、さすがに痺れを切らしたそうよ。これじゃ業務にも支障が出続けるし、このままうまく利用され続けるのは良くないって思い直したみたい。だからって何勝手なことを。あいつ絶対許さない。会社から追い出してやる。会社から追い出されるのはあなたよ。でも、あいつももちろん会社にはいられないよね。奥さんのことを裏切って、会社のことも裏切ったのよ。正しくは、あなたが裏切らせたんでしょ。大田くんはすごく反省しているの。だから私に正直に話してくれたのよ。でも、罪がなくなるわけじゃないし。それは、確かにそうよね。でも、彼は実績もあるし、会社には必要な存在よ。だから、今回は減給で対応しようと思ってるわ。なんですって！それなのに私は会社辞めさせられるの？辞めるというか、採用取り消しだから。当然だけど、会社からは去っていただくわよ。そんな、あいつの人生、破滅させてやる！さっきから太田さんのことを恨むのはやめなさい。それに、彼は自分から奥さんに白状したみたいよ。当然、奥さんのことは傷つけてしまったみたいだけど、あなたにバラされるよりはいいものね。はあ？あいつバカなんだね。だから、あなたは慰謝料を請求されるわよ。もちろん、あなたの旦那さんにもバレるはずだから、覚悟しておきなさい。え？待ってよ、それは困るんだけど。あなたもアホよね。どうして既婚の太田さんを脅せて、既婚の自分は脅されないと思ってたのかしら？学生時代ろくに勉強しないで意地悪ばかりしていたからよ。待って、そんなのバレたら私これから旦那のこと尻に敷けなくなるじゃん。尻に敷けなくなるくらいならいいわよね。私だったらがっぽり慰謝料取って別れるけど、性格も頭も悪いと困ったものね。一度現実を見て絶望した方がいいと思うわよ。その後、太田さんの奥さんに呼び出しを食らい、旦那さんと面会に向かった紗恵さん。太田さんの奥さんと旦那さんにブチギレられ、慰謝料を請求。旦那さんには離婚を切り出されたんだとか。ゆきさんは実力で学生時代の復讐を果たし、ご満悦の様子だったそうです。人に意地悪をしてうまく生きようとしていた紗恵さんですが、すべてを失ってやっと自分の無力さを実感したみたいですね。